ヤング・ブリューゲルと共作した1595年のエジプトへの逃避。マウリッツ・ハイス美術館所蔵。16世紀後半の神々の共演あるいはペレウスとテティスの結婚。エルミタージュ美術館所蔵。ハンス・ロッテンハンマーあるいはヨハネス・ロッテンハンマーはマニエリシムと初期バロックのドイツの画家、図案家である。銅版に描かれたロッテンハンマーのキャビネットは、 ヨーロッパの多くの重要な美術館で展示されている。ハンス・ロッテンハンマーは1564年にミュンヘンで生まれた。1582年に宮廷画家ハンス・ドナウアーの下で6年間見習いをした後、イタリアに移った。1589年、ロッテンハンマーの痕跡はトレビーゾで見つけることができ、1591年にその地に定住してベネツィア派の巨匠の絵画を描いた。 1594年、ロッテンハンマーは、ローマに行き、アカデミア・ディサン・ルカで、フェデリーコ・ツッカリと共に絵画を描いた。ローマでは、フランドルのポール・ブリルや、ヤン・ブリューゲルと出会った。彼らはどちらも風景画家としての地位を確立しており、ロッテンハンマーが彼らの銅板の小さな、フォーマットの風景画の人物像を描くことに、 熟練しているのを発見した。二人の芸術家はローマで協力して仕事をした。1595年、ロッテンハンマーは成功しているにもかかわらず、ベネツィアに戻り、銅版の小さなフォーマットの絵画を制作する工房を設立した。一年後、ベネツィア人女性のエリーザベッタ・ディファブリスと結婚した。この時ロッテンハンマーは仕事の最盛期にあり、パルマイルジョーバネ、 ヘンドリック・ファン・ガーレン、アダム・エルスハイマーと協力して仕事をした。彼の高価な小型のコレクターズアイテムは当時急速に拡大している美術市場で大きな需要があった。1600年からプラハの宮廷、特に神々の共演を入手した新生ローマ皇帝ル・ドルフ・2世との関係を深めた。エルンスト・フォン・ホルスタイン・シャウムブルク伯爵によると、 ロッテンハンマーはすでにベネツィアからアルプス山脈を越えて顧客に作品を供給していた。北からの注文の増加により、ロッテンハンマーは1606年にアウクスブルクに定住するようになった。彼はすぐに、それまでの銅板のキャビネット画に別れを告げ、代わりに祭壇画やフレスコ画を含むより大きなフォーマットで絵画を制作し、彼の評判は、 フックアーケやバイエルンのマクシミリアン公爵などの著名な顧客からの注文を確実にした。しかしロッテンハンマーのアウクスブルク時代はまた体の衰弱でも特徴付けられる。アルコールの過剰摂取は彼の仕事をますます損ないしばしば完全に停止することもあった。そして1625年8月14日にアウクスブルクで死去した。ロッテンハンマーはベネツィアでは ドイツとイタリアの様式の要素を組み合わせた宗教的及び神話的な主題の銅版に描かれた完成度の高い小型のキャビネット絵画で評判を得た。特に北方の風景画の伝統とティントレットやベロネーゼの構図と人物の様式を組み合わせている。ベネツィアにいる間、ロッテンハンマーは19世紀までベネツィアのクリマーニアが所有していたが、それ以降は 所在不明とみなされたアルブレヒト・デューラーの会がロザリオの共演の複製を制作した。ロッテンハンマーはキャビネット画を専門とする最初のドイツ人芸術家だった。ローマでは北方の芸術家サークルであるバンボッチャンティの初期メンバーを知っており、1617年の美術賞の手紙によると、ローマに住むフランドルの芸術家ポール・ブリルと定期的に連絡を取り続け、 風景を供給するために人物が描かれた銅板をブリルに送った。彼はまた同様の方法でヤンブリューゲルと協力した。彼は1600年にルドルフ2世のために神々の共演を描くように依頼された。ティントレットに接近する初期の様式の恒例はルーブル美術館のアドニスの詩である。ドイツに戻ると彼はミュンヘンレジデンツやビュッケボルグ城の黄金のホールなど、 イタリアの作品よりも北方マニエリスムの様式でより大きな祭壇画や宮殿の装飾事業に取り組んだ。彼は1598年か1599年にアダム・エルスハイマーを女子として雇ったと信じられており、間違いなくエルスハイマーにブリルを紹介した。エルスハイマーがローマに移った時、彼とブリルは親しい友人になった。ロッテンハンマーによる2枚の絵画は、 エルスハイマーのものであり、ロッテンハンマーからの贈り物であると記されている。エルスハイマーの成熟した絵画は全て小さく、銅版に描かれており、ロッテンハンマーによるドイツとイタリアの様式の統合と風景の使用を発展させ続けている。彼の著名な作品の中には、オーストリアのコーテールドルフ2世のために描かれた作品がある。キリスト降誕 ケンタウロスとラピテース族の戦い他4点がウィーン博物館に所蔵されている。ありがとうございます。